こういう話を持つのは2回目なんですけども、もう前からその浅野選手がいる時からその浩平君に対してはちょっと興味があって、非常にこの業界を背負って、いける素材だということを非常に感じてました。今回いろいろなこう2度もこう何かの縁で、こういう対談を通じてね、話す機会があったので、ちょっと番組の中でも、俺が後ろからたこりと引くから目に登れよというようなね、形で自分も今年はちょっと動くんでね、ぜひ、その横でじゃなくて前で、俺の前でガンガンちょっと一緒にやっていきたいということをちょっと話をしました。浅野さん以外に、はい、こういう形で、長さんと、はい、お会いするのは2回目なんですけど、まず試合をしたことがないのがその30勝の中で、はい、長さんだけなんですけど、では僕今ちょうどフリーなので、年末の新日本対抗戦がまあきっかけでこういう形で、はい、お会いするせいでさせていただくことができたので、はい、その中で糸を引いていただけるのであればそのまま上にのができるのではないかなと。やはり訓練の時に学ぶこともありますし、やってみてこう感じることもあると思います。まあ、実際それはどっちが先に、まあ、僕の中では絶対に現実化したいと、したいことなんですけど、まあ、いずれどちら先であろうと、はい、まあ、試合するなり組んで試合するなりしてますね。そうですね、まあ、ちょっと今自分のところにプランが工業的にちょっと今あるので、そういうここで、はプランの中に入ってます。そのやっぱ業界の本当の今から動く連中をどう後ろから動かしてやるのか、動かないんだったら俺らが前に出ていくという形は去年から変わらないです。で、やっぱ業界広く見てたら いろんなところにやっぱそういう素材がいっぱいある。ゼロにしろ、それからトラディションにしろ、考えてもいっぱいいると、やっぱそういうところのところもどんどん暇になっていって上げるような形を俺らが動くと、俺を動くということですね。